キャリバンは天皇星の第16衛星である。キャリバンは1997年9月6日にブレット・ジェグラッドマン、フィリップ・ディ・ニコルソン、ジョセフ・エイ・バーンズ、ジョン・ジェイ・カベラーズによってパロマー山天文台の200インチヘール望遠鏡を用いた観測によって発見された。その際、同じく天皇星の衛星シコラクスも発見されている。発見は10月31日に 国際天文学連合のサーキュラーで公表され、S1997U1 というカリフ号が与えられている。その後、1999年3月27日に、ウィリアム・シェイクスピアの儀曲、テンペストに登場する怪物キャリバンにちなんで命名され、確定番号、ユーラネス・ザビが与えられた。天皇星周りの不規則衛星の軌道のアニメーション。 黄色がキャリバンである。天皇星、シコラクス・フランシスコ・キャリバン・ステファノー・トリンキュロー。チョノワン星の逆光衛星の軌道要素。キャリバンは天皇星から離れた軌道を好転しており、規則衛星の中で最も遠方を好転するオベロンのさらに10倍以上、離れた距離にある。天皇星の時点や規則衛星の好転方向とは、逆向きに好転する逆光衛星であり、軌道傾斜角。 軌道要素が似ていることから、ステファノーとフランシスコと同じ力学的な集団に属していると考えられており、したがって同じ起源を持つ可能性がある。天皇星の逆光衛星の軌道要素を示した図では、ステファノーとフランシスコとの軌道要素の類似性がわかる。図は、円の半径方向の軸が軌道長半径、角度方向は軌道傾斜角を示している。近点と、 円辺は、汚線で表されており、この長さが、軌道離心率の大きさに対応する。また、円の大きさは、衛星の質量に対応している。キャリバンのアルベド0.04と仮定すると直径は 72km と推定される。これは、天皇星の不規則衛星の中では、シコラクスに次いで2番目に大きく、シコラクスの半分程度の大きさを持つ。キャリバンの色指数について、 ヒマリアよりは赤いものの、多くのカイパーベルト天体ほどは赤くない。なおシコラクスよりはわずかに赤い色を示す。表面では0.7メートル波長の吸収が見られ、これは表面が液体の水によって編成を受けた結果であると考える。天文学者グループもある。キャリバンの高度曲線からは、自転周期はおよそ2.7時間であることが示唆されている。 キャリバンは天皇母子形成直後に存在した皇着円盤の中で形成されたので実際の捕獲機構は明らかになっていないものの、天体が衛星を捕獲するためには何らかの過程によるエネルギーの散逸が必要である。考えられる捕獲過程としては、原子惑星系円盤内でのガス摩擦、多体相互作用によるもの、天皇星の質量が急速に増加している間の捕獲が挙げられている。 ありがとうございます。